Amazon で7000円の格安マザーボードを買いました。前回の CPU 交換で余った Ryzen 2600を再利用するためです。でも対応プロセッサが第3世代となっており、なんか嫌な予感がします。早速 CPU を取り付けていきます。もし動かなかったら前回のビデオで購入した 5600G にする予定です。グリスを塗っておきます。純正クーラーを取り付けるときは AMD のロゴをこの方向でつけないとメモリと干渉します。メモリを取り付けます。こちらのスイッチキットを買いました。これで電源オンが楽々です。ファンは回りました。Ryzen 2600はグラフィック機能がないためグラボを取り付けます。でも何も映りません。やはり第2世代の2600は動かないようです。 Ryzen 5 5600G だと問題なく動きました。このような感じで何回も CPU 交換したわけですが、 AMD の CPU 交換で注意すべきことがあります。 CPU 交換すると最初にこのようなメッセージが出ます。AMD は TPM 機能を CPU に持たせているためです。これを超意訳してみました。 CPU が変わりましたよ。 Y を押して次に進むことができますが、とんでもないことが起こりますから、よく考えてからやってね。 Y を押すと TPM の内容を消します。そこでディスクとか暗号化してると読めなくなりますよ。それ以外にもサインインにピンしか設定してない人はサインインすらできなくなりますよ。言ってる意味がわからなければ N を押した方がいいですね。その場合は TPM は無効化されるけど消してはいないので、前の CPU に戻すという選択もありますよ。結論としては、最初は N を押して問題ないことを確認することをお勧めします。実際に TPM を無効化して実験してみました。サインインでピンしか設定してないとこのようなメッセージが出ます。こうなると登録してあるメールアドレスでのオンライン認証が必要になります。もちろんこの PC は使えませんから、別 PC かスマホを使うことになります。これを防ぐためには CPU 交換前にピン以外のサインイン手段を設定することです。サインインオプションから追加の設定にあるこのスイッチをオフにしておきます。このようにすることで、マイクロソフトアカウントでのサインインが可能になります。これ以外にもローカルアカウントを登録する方法もあります。いずれにしても CPU 交換前にピン以外の方法でサインインできることを確認しておきます。こちらは TPM を無効化しての実験です。ピンではサインインできませんが、マイクロソフトアカウントならサインインできました。最後に Ryzen 2600と 5600G の CPU 性能の比較です。
シネベンチ R23 のマルチで 50%、 シングルで 45% の性能向上が見られました。前回のビデオでは 5600G の内蔵グラフィックの性能も計測してますので、よろしかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。